はい、どうもこんにちは、松尾修造のこれ知ってます。今日も始めたいと思いますけど、ちょっと雰囲気変わりましたけどね、今日はですね、市地区町村別の平均寿命っていうのが新聞載ってましてね、長寿1位市地区町村、あの県じゃないですよ、男性がですね、第1位が長野県の松川村、ここの平均年齢が 82.2 歳ということでして、ね、ここはまあ非常に減塩運動が盛ん、まあ、塩をね、あんまり取らないでいきましょうよ、ね、運動が盛んで、まあ、野菜摂取量も高いと言われているそうなんですけどね。で、女性の方が沖縄県の北中城村ですかね、北中城村というかもしれません。これ89歳。女性と男性やったらもう1位どうしても 7つぐらい違うんですね。ですからもう10位までが、女性の10位が 88.2 ですから、男性の1位は 82.2 歳ですから、どれだけ女性の方が長生きしてるかということですね。男性2位が川崎市、宮前区、はあ、3位が横浜市、なるほどね、5位に男性、5位に沖縄の南部原町というんですかね、入ってきていますね。女性は、1位が沖縄です、沖縄県の北中城村ですけど、2位が島根県の吉賀町ね、それからワーストがね、1位男性ですよ、1位の男性が大阪市西成区、そして 72.4 歳、そしてワーストの2位が高知県土佐清水市、第3位が大阪市の浪速区、大阪多いですね、ワースト、それから、ワースト女性も西成区、第2位が意外ですね、これワーストですよ、悪い方の第2位が和歌山県の御坊市、それも84歳ですから、84歳でも、ワーストが和歌山県の御坊市の84歳ですけどね、男性の1位が 82.2 歳ですから、そう考えると全然違いますね。全国平均男性が 79.6 歳、そして、女性が 86.4 歳。まあ80までは僕も行きたいなと思いますけどね。まあ、そしてこれ知ってますでした。今日は長寿市区町村別ランキングでした。どうもありがとうございました。長生きします。